寝ちゃうよね、朝はって。え、マジで眠い。朝。眠い、朝。なんで朝って眠いの？でもさ、実際さ、こうパッと起きてさ、うん、頑張って起きて顔を洗えばさ、眠気が覚めるわけじゃんか。なのになんであのベッドが出る瞬間ってさ、眠くてもう一回寝たくなっちゃう。え、無理だよ。結構無理。厳しいすぎ。厳しいかも。え、どうしよう、髪型。何がいい？ポニーテとか。あ、いいね。内側にすれば見えるよ。え、ちょっとツインは？ツインね、え、なんかね、レイヤー入れてて、こっち側のこう半分に寄せて、ここ全部出んだよね。ほんとなんだろう。だからそのレイヤー入れてからハーフツインしてなくてさ、うん、なんかすごいピョンなるよね。びっくりした。そう、でもなんか逆にハンナはこうハーフツインの時にここを短くしたかったから、あ、なるほどね。レイヤー入れたんだけど、ツインにはもうちょっと向いてない、合わないんだよねってやつ。うん、続きなよ。今日は鈴木といっぱい配信するよ。マンゴーらしい。なぜかというと、いつもいるからね。はい。今日はじゃない。今日もいる。今日も。今日は明日も。ね、昨日の飲みの夜、私いつぶりだったと思う。半年。12月。え？あ？今年初、なんか写真集、今年初やばい、あ、そっか、写真集ショールームで、ショールームさんに行ってたから、全然、写真集のショールームとか 3,4 回やってるからさ、うん、そんな気しなかったんだけどさ、あそこ行ってたから、あのスケジュール送ってくるとこ見て調べたのね、ノイノイって、うん、12月にチートやっただけ。ほんとだ、しおりんってやった以来からなんでわかるの？昨日ミスターでね、昨日話してしおりんってやった。あ、そうなんだ。そうなの、やばいよな。やばい。えって言った。えぐいって。結構その舞台期間もできなかったし、うん、なんかグラビアの仕事とかも結構ノイノイにかぶってたりとかして。うん、確かに。そうそう、意外といろいろかぶってたから。カレー食べた。ね、確かに。私、おぎちゃんとノイノイ出てたの結構最近だと思ったら去年の8月だって。そう、去年の8月に人見つけて12月にシーズンで出てなさすぎやろ。いや、ほんまにそう、出てる子めっちゃ出てるよね、ノイノイって。そうなんだよ、なんかやっぱスケジュールがさ、合う合わないのめっちゃあるね。そうなんだ、仕方ない。待って、なんかリップないですか？口の色ない、食べた口。あ、なっちゃんとも出たわ。あ、そうなの、いつ？瞳としおりの間かな。ああ、じゃあじゃあ、まあまあ、ね、リップない、リップあれ、なんでもいい、これ、あ、ありがとう。なんか溶けまくった。溶けるよね、だって夏だもん。溶ける、鏡見る。ああ、これはありがとう、すごい。見えてる。ちょっとちょっとちょっと見てください。あ、めっちゃ歯についた。ハベにきついって、直接ハベに、ちょっときついって。ありがとう。どうしよう、マジ髪、うん、どうしようかな、ないんだよな、レパートリーがね。リンゴちゃん、でももっと鼻も今でも前髪若干固めちゃってて、もう引けないわ、ここら辺いける。上からあるのよ、私前髪。やってみて。無理くない？ちょ、ここら辺引きたいのよ、やるんだったら。あ、もうできない、ちょっとなんか鏡が出た。すいません。すいません。どうしようかな。あ、ここでハーフツインとか。あ、いいね。え、どうしよう。でも時間ないよ。え、急にね。急に。せかす人。急にせかされる私。時間ないよ。急にね。いや、なんか巻きも外はねもやってるからさ、なんかないかなって思ってるんですよ、ね。私いつも巻き下ろし。今日たまたま。巻き下ろしか、ストレートハーフツイン。巻き下ろしやばいんだか。ハーフツインか、ストレート。これ、基本。レイヤー入ってるからさ、これで可愛いようなレイヤー入れてもらってるから。いや、わかる、そうなの。ワン。そうなの、ワンカール。昨日の萌ちゃんの巻き方めっちゃ可愛かった。ねえ、思った。リハ中、ガン見してた。え、巻き方可愛いって思って。なんか萌ちゃん、しかもさ、輝いてんだけど。10時半ぐらいからのリハ中になんで、そのさ、クオリティさ。え、みんな、すっぴんでマスクとか、ボソボソで、ね、ボソボソなのに、萌ちゃんだけなんか発光してる。え、なんで？なんで？
羨ましい。もえちゃんってさ、なんでって時にメイクしてきてない？あの朝早い時に、例えば行ってから会場着いてから時間あるの、メイク時間2時間とか、うん、なのにもえちゃんだけなんか顔できてて、え、なんでメイクしてんの？だってあの24時間テレビの時も、うん、朝マジ6時集合とかだったんだよ。めっちゃ早かった。え、なのにメイクしてた。してたわ。早かった。なんで？ほんまに信じられない。なんか朝眠いんだって。でもマジでなんか1時間ぐらいしか準備ない日に何もしてないとか。え、そう、なんか気分屋なのかね。そうで急いでメイクして、もう一度メイク早いからめっちゃ急いでメイクして、早いよね。え、もうできたみたいな。眠いで一番早い気がする。うん、言ってた前、メイク早いって。めっちゃ早いよね。なんだ早いの。うん、でもマジで2時間ぐらいかかるよ。わかる。いや、おげちゃんとなっちゃん、なっちゃん遅すぎなっちゃんやばい。いや、めちゃめちゃノイミーのマイペース2人なのやめれる？なっちゃんとおぎちゃんはなんか見ながらやったりとかするし、途中でやめて違うこと始まったりするから。なっちゃん歌い出すよく結婚して、いいよ。なっちゃんやばい。おぎちゃんはえ、でも私なんかさ、ずっとさメイクしてんのに遅いよ、ね、ずっとメイクしてんの。だからまだやってんのって。あんたまだそこなの？それは何なんだろう、手が遅いのかな。なんか一つ一つの工程に時間かかりすぎなんで、私はもう気合い入れたら15分シュシュシュってやってるよね。え、マジで気づいたら終わってるよ私。だからひとみとなんかどっか行くときは先、ちょっと先に頑張ってメイク始めるようにして、うん、じゃなきゃまだって言われる。そうだよ。まだって。まだです。あ、そうなのよ。まだでございます。イエイ。鈴木とおぎちゃんの配信つけて間に挟まれてる真似してるって、どういうこと？ここにここの間にいるつもりでいるってこと？なるほどね。こっち側だけ結ぶとかは？なぜ？あ、逆にそう、変か。半分リンゴちゃんみたいな。そう音符ちゃんやね。そう、音符ちゃんヘアありじゃない？音符ちなんか少年っぽい。音符ち、音符ちだよ。あんぽっちです。そうね、みんなにちあんぽっち、あんぽっち。やっぱお腹いっぱいだったら眠くなってきた。わかる。今日ベルジーニーだったんですよ。そう、ずっと楽しみにしてたの。ご飯食べるの？え、そう、私聞きに行ったもん、YouTube の途中で。あ、弁当って何時に来ますかで、なんか差し入れがラッシー で今日のお昼ご飯はカレーです、ラッシー一緒にみたいな書いてあったから、え、カレーってことはオーベルちゃんと思って朝抜いたの。そしたら一部終わってから来てきました。あ、ちょうどいいっす。なんか食べたら眠くなってきちゃった。人間ってそういう作りになってるね。そうなのよ。マンゴーラッシー、ちゃんとカレーといえばマンゴーらしいと思ってちゃんとマンゴーにした。マンゴーね。私が行ってた高校生の時にね、穴場のカレー屋さん見つけて、ナンカレー屋さんでインドの方が働いてるとこがあるのね、そこに3人で毎日行って1000円のランチセット食べがあるの、でそれで食べて毎回マンゴーらしいついてくるの。へえ。私も行ってたけど、そのチェーン店のカレー屋さんめっちゃ好きなとこあったのに、本当に穴場すぎた。なんかもう普通に歩いてた時に、えってここカレー屋さんみたいな、で地下につながる道みたいなって入ってたら、カレー屋さんやってて、ってめっちゃいいとこ見つけたよって言ってたんだけど、そんな子供もう4年前とかですかね。ありえん、ありえん。この間卒業したつもりなんだけどな。でその時も、その時の瞳は今コノアちゃんとかやってるわけでしょ。怖くない？普通コノタンは赤ちゃんだよ。でもコノタンって6歳差だから、やばいよ。え、私この間、じゃあこの間コノタンとご飯に行ったらどうなんだろうって思って、誘うかなって思って、でも待って今何歳なんだろうって思って見たら、え、6歳差なんだけどって思って、ちょっと一歩引いちゃった。犯罪です。え、そう、なんかでさ、アリスちゃん瞳推しじゃなかった？え、そうなの？え、じゃあ何なんか言ってなかったっけ前に。そう、なんかだってなんかさ、なんかで、なんかあのシール、え、わかんない、嘘かもしれないけどさ、嘘だそれなんかさ、イカノイジェイのさ、去年やってたさ、H&M のさ、こうなんか名前ステッカー作れてちゃうか。ああ、瞳で作ってなかった？マジ？そうなの？誰だっけ？
でもみんな赤ちゃんだからご飯誘えない。いや普通に犯罪法を犯しちゃう。そうなの。だからちょっと身を引いてしまったよね。いけない、いけないって思って。普通にね。だからあゆみとかとだとご飯行きやすい。そっか、ないですやるって。このたん誰推しなんだろう、聞いといてよ。去年言ったらさ、私って言うしかないよね。もうダメよ、聞かなくていいよかわいそうだから。誰推しかっこ小木先輩って言いなさいって怖いもん。最悪の先輩。ゆうかちゃん、鈴木ちゃん好き。本当に？そうなんや。めちゃ真面目な子にさ、そんな言ってもらって申し訳なく思っちゃう。本当だよ、申し訳ない。ね、申し訳ないよね、さすがに。私が言うの。さすがに申し訳ないかも、ちょっと厳しい。ちょっと申し訳ないかも。厳しい。めっちゃ嫌だけど、え、鈴木？って。相馬萌え子やろ。そうなのね。なんかゆうかちゃんとさ、萌え子がめっちゃ似てんの、私から見ると兄弟みたいな。あ、まあ確かに。私は多分勝手な気のせいで。コモタは七個推しなの。私はあのペアが好きなんだ。ペア？え、もう勝手に萌えちゃんと勝手にペア組まないで萌えちゃん。ちょっと本当にお互い推し合ってくれないかなっていう勝手な妄想やるなペア勝手に組まれてる。いや、そう、私の願望で相馬萌え子ね。うん、鬼市場の中ではそう思う。すいませんやばい、ちょっとキモいって思われそう。なんかそんな勝手にペア作って。うん、キモい、ちょっとキモいですねえ、聞かなかったことにして。勝手にこのルームのリハ中に見ながら、うわこのペアいいわとか思ってるんだから、聞かなかったことにしてください。頼む。本当だよ。でも好きで、推し好きですって言ってもらったら好きになっちゃうから。わかる。そうなんだ。ゆうかちゃんの花と同じして。え、そうなんだ。なんじゃあ、おげちゃんもちょっとしっかりできるってことね。なんでえあれおかしい、うん、そうだよ、だってあいみも同い年あ、でもに、そう、あいみちゃんは、あいみちゃんは、あ、ぽい、同い年っぽい。あいみとね、もともと仲良かったから。ぽいぽい。ご飯行ったことあるよね。面白いよね。今年も行かないで。この間のリハ朝早かったのに可愛かった。うん？朝早かったのにメイクしてツインテールしてた。誰？あゆみちゃん。あゆみね。うん、あゆみちゃん？あゆみの話してた。あゆみちゃんも同い年なの？あゆみもあゆみも同い年。そうなんだ。むずくない？ゆもいも似てるからさ。うん。どっち？その言ったことない。めっちゃしっかりしてそうでしょ。どうなの、どうなのとか言って。あゆみ、うん、え、でも萌えちゃんタイプだと思う、リーダー。あ、まあそうだよね。ホワホワしてて、でもなんかしっかりしててみたいなタイプに見えるけど、どうなんだろう。ニアジュイちゃんじゃないから分かんないけどまあ確かにご飯行っただけじゃ分かんない。え、だってご飯行ってる時はさ、普通のだってさ、別にリーダーモードじゃないからさ。どういう子なの。え、いや、いい子よ、めっちゃ。なんか絶対に母に敬語を使うべきじゃないのに、ずっと敬語だからやめてって言ってる。そうなんだ。そう、私はためで話してほしいって言って強要してる。いや、でも敬語になっちゃうよね。わかる。ジラもそうじゃん。わかる。マジでいい子。でも母に敬語を使うべきじゃないのに、コマちゃんにもため口で来てほしい。みんなタメ口にしよう。イエーイ。コナーちゃん、ハナちゃんにタメ口使って。嬉しいかも、コナーちゃんにタメ口使って。それはそうだね。ちょっと嬉しいかも。いやー、でもさー、キャーってなっちゃう。6歳差ちょっと。え、だって私弟と5歳差だよ。やばくない。じゃあそれ無理だ。え、ちょ、妹と遊ぶみたいな感覚ってことですかね。そういうことだよ、ね。でもなんか申し訳ない、なんかこんなんと一緒にご飯行くなんて。それな、うん、なんか申し訳ない。すごいいい子だからこそ、いい子で真面目だからこそ、なんか変な考え方が身についてしまったら、やめや、申し訳ない。ね、でもコナンちゃんのショールーム大好き。思う。え、そうなの。だからやっぱあいみにも
ついてきてもらう。あ、そうね、リーダーいればさ、まだなんかまだまだまだね、犯罪感減るかなみたいな。まだね、なんかこっち側だけくくってみた、どうせこうやって取られるから。そうね、どう、ちょっといいんじゃない、ワンパク感。刺しじゃなければ清楚だって。おーん、え、じゃあ、いや、一番アウトなの、私たち2人対1位が一番アウトね。もうダメ。かわいそう。ダメです。じゃあ、このたんが、このたんの推しメンがひーちゃんだったら、うん、あの、頑張って。ママだって言ってたじゃん。あ、そうか、コメント来てなかった。うん、え、ナナカなのかな。じゃあナナカと、あ、そうだ、ナナカ使おう。ナナカと、ナナカ使わせていただこう。ぬいみの特権としてナナカをお借りして、ナナカをお借りして、こう最悪のね、そのナナカついてきちゃいましたみたいな顔して。そうそうそう、最悪でデートの邪魔もするね、やめよう。だから、じゃあ一番いいのはナナカとクマちゃんのデートを後ろから二人でこっち見る。ストーカーじゃん。ストーカー、警備員に止められちゃう。このたんは配慮の塊だから皆さん好きですって言うと思う。じゃあ今度私が聞いてみるね。皆さん好きです、ひとみさん好きですって言ってくれる。そうだよ、強要だからやめな。やめよっか、やっぱやっぱ見守っとくわ。それがいいと思う。バブちゃんすぎる。ちょっともっと4歳差ならいけたかな。もうちょい大人になってからにすればいいんじゃない。そうだね、普通に高校生卒業してからと。そうだね。いやでもなんかこのあちゃんを見ながら飯を食べたい。確かに二十歳になったらいけるかも。いや大学生19ならいける。確かに、美味しい美味しいお肉あるよって言ったら来るかな。え、ね、07だったし、幼稚園だったよ07。小学生小1だ。で、花と4歳差か。うん、いけるやん。いける。うん、じゃあこのあちゃんにカノタンどうって、お肉好き？お肉好きかな？好きだよねって言って、焼肉行く？連れてこうか？連れてくよ。カノタン。トロロみたいな。あ、まタワー来た。よくありがとう。何タワーだろう？何タワー？この頭？キアラさんと話すときはキアラさんだから。キアラさん、キアラちゃんじゃない、キアラさん、キアラ先輩。はい、そうだよ。この前サナさんですごいフレンドリーに話してくれたら間違えてバイバーイって待ってくれないんで許してください。なんか間違えちゃいました。間違えちゃいましたもん。いや、おもろいけど電話で話してた時に、うん、間違えて最後にバイバーイって言っちゃって、あれ間違えましたもん。おもろいよ。違いました。でそれまで敬語で話してたのに急にバイバーイあれみたいな。なんかさ、バイバーイって言われるとさ、バイバーイって返っちゃうね。バイバイ、確かにフォローはするかも。なんか電話だったからさ、うん、顔を見てれば言わないけどさ、うん、確かに電話だとね、フレンドリーにバイバーイって、バイバーイ、バイ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 、あ、間違えちゃったみたいな。バイバイですって言ったらいいんだよ、後からバイバイです。なんだっけ、サザエさんにいるよね、そういうの。なんか、タラちゃん、イクラちゃん、イクラちゃんだ。だって新しい恋見つけたよ、友達とお話会行くよ、タワーだって。新しい恋を見つけたんだって。誰？どれ？ロコ。マジ？詳しく聞かせて。イクラちゃんは喋らないだって。うちの恋ね。あ、じゃあタラちゃんだ。タラちゃんか。ないないです。イクラちゃんです。イクラちゃんははーいだった。はーい。はーい。はーいしか言わない。はーい。私もイクラちゃんになるから。なんか言われて、はーい。はーい。私は。名前を指定させてください。はーい。帰宅の準備してください。はーい。早くメイクしてください。はーい。もう行きますよ。はーい。ってバイバイです。やばい人じゃん、めっちゃ。バイバイです。はいはい。お疲れ様です。バイバイです。
様ですって言うね。お疲れ様です、またねですってやば、またねですよ。ミリネさんとかだったら言うかも。でも、うん、ミリさんとねですがいいからね、バイバイです、バイバイです言ってんのかな、本当にわかんないや。もうもう時間だよ。マジか、アイドルがまだ終わってない。終わって単純読む人わ、じゃあ名前だけ。私は見る、はい、13位ゆうや、12位よっち、11位グーフィー、10位ゆうすけ、9位きーちゃん、8位ネーム、7位ゆと、6位デリア、5位しんげ、4位たつなり、3位からあげ好きなカレーの大型、2位ジョン、1位よこ。ありがとう、メモっとくネタはありがとう。イエイイエイイエイ、男女見とく。どういうこと、ふむふむ。タメ口のイコラブさんはいらっしゃらないかな、今。ミリさんでも普通に無理だもん。ミリさんだもん。ミリさん、ミリさん、ミリさん、可愛いですねっていう、いつもやばい人なんだ。ご飯食べててさ、こうやって食べてんのにさ、こうやって見て可愛いですね、本当に可愛い、今日も怖い怖い、わかる。こんなんだよ、どんなもんなんだろうって思うじゃないですか。推しメンとご飯ってこんなもんです、今日も可愛い、本当に。そしたらミリさんはってやるんですよ、かわいいって言って食べる、待って、なんかかわいいですって言われるとやめやや, めやるけやめややめややめやタイプね。ミリさんはうんって言う、ミリさんがいつも言ってくる、かわいいです、かわいいです、やめややめやえやめやめや、どう、新しくね、いいじゃない、いいじゃない、できた、終わるよ、終わりましょう、じゃあまたいつかします、またねー、みんなもよろしくです。最近ギャルがブームなの。